手にだけ動かして絵を描いていたら横にも動かしてというリクエストたくさんいただいたので、今回は横にだけ動かして絵を描くやっていきたいと思います。使用するのは毎度おなじみポンキーペンシルと色鉛筆です。突然ですが問題です。今回は一体誰を描いていってるでしょうか。リクエストも結構いただいていたあの方です。ちなみに色は好きに塗っているので全然ヒントにはなりませんね。あ、ここは目ですね。目を描いています。ここは髪の毛。ここで分かった方は結構すごいので10ポイントあげちゃいます。ポイントは集めたらいいことあるかもしれないし、ないかもしれないです。というのは冗談で、この絵が何か分かった方は答えと描いてほしいリクエストがあればコメントに一緒に書いておいてください。正解の方の中からリクエストにお答えしたいと思います。さて完成しましたよ。正解は分かった方はぜひコメントしてください。